ひなぴよさんです。ひなぴよさんが切ってます。あら、扉で今あのね、扉開けたらせっなんてこった。え、わからん。なんだ、本編にちょっと前までそこにいたんですよ。なんてこった。ピオさんのピノジンもいませんでした。ピノジン。ピノジン。ちょっと覗いてなかったベンツから。ちょっと待ってください。私の話を聞いてくださいませんか。あ、はい。どうぞ。はい、どうぞ。私にはこの子を育てなきゃいけない義務があるんです。よし。あ、でもあれしたのに。ちっちゃい子供の味方なの。関係ない。ああ、二人とも。子供揃って死にゃあまあええやろっていう。この子の大事な、この子の大事な未来を奪うって言うんですか。最高パスがいる。助かります。そんな、私の手からこの子接着剤で離れないです。接着剤ですか。本当ですよ。もうちょっとそう思うかな。子供。そんなひどいことする人たちとは思ってないので、皆さんスキップに入れてくれますよね。入れますか、スキップに。みんなと子供大丈夫ですよ。信じますよ、皆さん。いいですか。子供可愛いんでね、ちょっと。子供可愛いからね。あれおかしいなあれいや、このスキップ僕なんだけどな。私だよ子供抱え。誰を道連れにしようかな誰いた